ブローニャ、戦場に到着しました。エリシアからのアドバイス。エレンは天使みたいで、優しくて美しくて、天使のような贈り物をくれるの。急ぎましょう。ブローニャ、戦場に到着しました。フィールド展開。かの時代、かつての輝きは塵に返った。あなたの求める答えがそうならないことを願ってるわ。ブローニャ、戦場に到着しました。フィールド展開。私も律者になったらどんな姿になるのかしら。髪の毛がもっとふさふさになる？それともスカートが急に長くなるとか？ブローニャ、戦場に到着しました。フィールド展開。昔の話を聞きたくなったら庭にいらっしゃい。私はあなたを待ってるわ。ブローニャ、戦場に到着しました。急ぎましょう。ブローニャ、戦場に到着しました。ボコボコにしたメイさん。今はそう呼んだ方がいいかしら。かわいいラットさん。メビウス、珍しいわね。長い間ずっとあなたに会えていなかった気がするわ。ええ、最近は少し忙しくて、あなたに寂しい思いをさせたようね。けど心配しないで、かわいいラットさん。会いに行かなくなったけど、あなたはずっと私の一番のお気に入りよ。また何かを企んでるの？安心して、あなたやその黒いラットさんとは関係がないわ。私自身の用事よ。ただそれだけ。それに、私なんかよりあなたが注目すべきなのは楽園で起こったことじゃない？あら、その困り顔は。まさか彼女はまだ挨拶してないの？誰のこと？どうやら本当に来ていないようね。ラットさん、
そんな目で見続けても私は教えないわ。パフォーマンスの最初にネタバラシをするなんてそんな些細なことであの魔術師ともう一度喧嘩したくないもの。魔術師かわいいラットさん、あなたが彼女に翻弄される姿を楽しみにしてるわ。あら、私の番？残念、今回のセリフはまだ考えていないの。許して、次こそサプライズを用意するから。諸行無常、すべては因果応報。刹那消滅は無限法要に過ぎない。私のことうるさいとか思ってないわよね。それともエデンみたいな静かな人が好きなの？ヒーローにはヒーローの生き方があって、凡人には凡人の生き方がある。他人のように生きるのは別にダメってわけじゃないけど、本当に必要なの？ハルド、やっぱりお店にいたのね。あ、メイの姉ちゃん、また来てくれたんだ。今日は何を探してるの？実は、店の在庫を整理して、数年前のものを引っ張り出してセールしようって考えてるんだ。何か欲しいものは？あるものに興味があるの。その金色のペンダント、結構特別よね。うわー、
メイの姉ちゃん見る目があるね。このペンダントはその年に最も売れた商品で、すごく悩んだ末に残した最後の一個なんだ。あら、そうなの。そうだよ。英傑でも後継者でもみんなこういう役に立ちそうにないけど、妙に親しみを感じるものを買ったことがあるよね。それが縁なんだよ。ええ、確かに親しみを感じるわね。ちょうど渡りガラスがなくしたペンダントを探すって約束をしたところだったの。金色で上にサファイアがあるペンダント、あなたの持ってるそれとそっくりね。それは奇遇だね。渡りガラスの姉ちゃんもこういうのが好きなんだ。さすが、さすがだよ。ええ、奇遇よね。まあメイの姉ちゃん、余計なことを考えないで。このペンダントは最後の一つだから。うん、こうしよう。メイの姉ちゃん、割引して安くしてあげるよ。ずいぶん強引な商売ね、バルド。まあまあ、メイの姉ちゃん、そう言わないで。ほら、このペンダントが必要だよね。売りたい人と買いたい人、それは別に。あなた、ようやく来てくれた。何？どうして？お、体が。メイの姉ちゃん、急に。どうしたの？メイの姉ちゃん！ここは？ここは？渡りガラスが言ってた場所。私の前においで、見知らぬ旅人。あなたの求める答えはここにある。誰？おいで、見知らぬ旅人。もっと近くへ。私はあなたの来訪をずっと待っていた。見知らぬ旅人、あなたの名前を私に教えてくれる？ライデン・メイよ。え？おかしい。どうして？メイ、温かみのある名前、会えて嬉しい。あなたは誰なの？どうかお許しください、メイ。今はまだその質問に答えられない。あなたをより困惑させ誤解させてしまうだけ。それは私の望むことではない。だから私を信じてください。私もこの牢獄もあなたに悪意はない。そう、ここを一時的な休息所、もしくは何もない、ただ私たちが出会うための場所だと思って。ああ、見て、その顔にまた困惑の色が増えた。しかしもっと存在しているのはこの旅による疲れ。あなたには少しの休める場所と、その苦しみを分かち合える友人が必要。
変な感覚。目の前の人物はとても危険だって私の勘がそう叫んでる。なのに私は彼女の言葉を肯定しようとしてる。これは一体。いいの、メイ。私たちの間にまだ壁があると理解してるから。彼女、私の心が読めるの？だけど私が話したように急ぐ必要はない。ここでは誰もあなたをせかさない。時間の風は壁を弱くする。その後、暖かな日差しが私たちの間にある影を追い払ってくれる。さっきから意識が、ダメ、意識を保つ方法を考えないと。やはりあなたにとってその負担は少し重い。大丈夫メイ、楽にして。私の言葉に耳を傾けて、目を閉じて想像してみて。果てしない草原からそよ風が吹き、土と青草の香りがする。感じてみて。体の下にある草の感触、露があなたの頬と指先を潤す。そのままこの草原で少し眠りなさい、メイ。体と心を徹底的に解放して、目が覚めた時はもう疲れと苦しみを感じなくなる。そう、そういう疲れと苦しみは最初から存在しないの。違う。私は古の楽園に入り、パルドと会って、彼女から、このペンダントのせい。メイの姉ちゃん、メイの姉ちゃんなの？本当に？パルド？メイの姉ちゃん、やっと目覚めてくれた。パルド、教えて、何があったの？私も知らないよ。ペンダントを渡したらメイの姉ちゃんが急に倒れて、いくら呼んでも起きなかったんだもん。仕方なく連れて戻ったんだ。メイの姉ちゃん、もう二度と目覚めないと思ってたよ。お前が急に倒れた時、びっくりして尻尾の毛が逆立ったくらいだもん。ごめんなさい。わざと気を失ったわけじゃないけど。心配してくれてありがとう、パルド。もちろんだよ。ペンダントのお金をまだもらってないからね。なるほど。そっちの心配だったのね。
トローニャ、戦場に到着しました。炎のような情熱なら私は戦号にも負けないわ。行動開始、急ぎましょう。行動開始。ドローニャ、戦場に到着しました。フィールド展開。何時をいろんなものと重ねて見ていたのやもしれん。ドローニャ、戦場に到着します。フィールド展開。あなたはすでに影の中にいるけど、それでも気をつけなさい。影よりも暗い存在にね。ドローニャ、戦場に到着。フィールド展開。強い力はより多くの責任を意味する。同時に大きな代価を意味するんだ。ドローニャ、戦場に到着しました。ドローニャ、一辺の漆黒、監獄のような空間。メイさん、私の予想が正しければ、その監獄の中に謎に包まれた優しい女性もいたはずよね。ええ、確かに謎に包まれた優しい女性だった。多分メイさんがうっかり入ってしまったエリアは彼女の居場所、指針の書で間違いないと思うわ。やっぱり彼女がアポニアなのね。その名を口にした人は多くいたけど、私が見た彼女は、聞いていたアポニアとは結構違うわね。メイさん、違いがあるのは必然よ。他人に対する印象の多くは私たち自身の記憶によるもの。そして記憶というのは主観的なものだから、私が思うメイさんと千号が思うメイさんとはきっと全く違う人間でしょ。確かに。だからアポニアさんが一体どういう人間かについては役に立つ答えは出せないかもしれない。私が言ったように、彼女は優しくて謎に包まれてる。それと同時に少し危険な女性なの。それらの全く違うイメージは確実に彼女の身に存在するのよ。エデンの言いたいことはわかるわ。確かに私は彼女の優しさと危うさを感じた。そしてメビウスとは違って彼女から悪意を感じたことはないわ。あるのは危うさだけ。エデン、指針の書に行く方法を知ってる？もう一度彼女に会いたいの。ごめんなさい、私では力になれないと思うわ。指針の書は
ずっとアポニアさん一人の居場所で、彼女だけがあのエリアを自由に出入りできるの。どうしても行きたいのなら、千号やエリなら、もしかしたらメイさんの力になれるかもしれない。何せ、指針の書に対しても、アポニアさんに対しても、彼らの方が私よりずっと詳しいから。戦場に到着しました。ここだけの話、私はセリフを40個も用意したわよ。警戒を維持、戦場は職場と同じです。ドローニャ、戦場に到着しました。フィールド展開。すみません、仲間のように特別なスキルを所持していないのです。あるのは過去の経験だけ。それがあなたの力になれるといいのですが。ドローニャ、戦場にフィールド展開。これはもともとあなたの力です。ドローニャ、戦場に到着。フィールド展開。迷った時、何のためにここに来たか思い出しましょう。あなたが答えを見つけることを信じています。ドローニャ、戦場に到着しました。ドローニャ、さくら、もう少し指針の書に関する話を教えてくれる？メイ殿はもうそこに行ったはずでは。サクラにその話はしたことがないはずよね。どうしてわかるの？気配が変わったのじゃ。気配が？アポニアと接触した者には独自の気配が存在する。今何時からは同じ気配がしておる。すでにアポニアに会ったのなら、きっと何時も指針の書に行ったことがあるはずだと思っただけじゃ、メイ殿。あ、すまない。別に変わった匂いがするというわけではないのじゃが、気配というのは一つの感覚というか。心配しすぎよ、さくら。そんな風に思ってないわ。さくらの言葉を聞いて、あることを思い出しただけなの。アポニアと初めて会った時。お？どうかしたのか、メイ殿。どういうこと？意識が、また。
たんだね、メイ。あなたが私をここに連れてきたのよね。ええ、確かにそう。けど許してほしい。しばらくはこういう形で会話を交わし、お互いへの理解を深めることしかできないから。でも初めて会った時、あなたは名前すら教えてくれなかったわ。アポニア。心の相互理解は時には多くの前置きを必要としない。そして知っている全てを話すことは最良の選択だとは言い切れない。たまに逆効果になる時もある。だからメイ、もっと簡単な質問から始めてもいい？答える義務はないわ。ええ、その通り。では私の自問自答から始めましょう。その過程で私のようにメイも楽になってみるといい。さあ始めましょう。メイはどんな動物が好き？私は、ええ、色鮮やかな蝶、もしくは艶のある鳥が好き。最後まで命のきらびやかさ、美しさを見せてくれる動物が好き。それに鳥は共に行動するペットとしても向いているけど、メイにとっては多分鳥より猫の方が向いているかもしれない。そうかもしれないわね。でも小さい頃は家が厳しくてペットを飼う機会がなかったわ。そう、それならウサギやモフモフしたリスを飼ってみるといい。どちらも可愛らしくおとなしいペットになる。どんな時も手のひらに乗せることができる。そうすればその子たちはあなたから離れない。そうでしょ？ええ。どうやらあなたは本当に優しい人のようだ、メイ。きっと二人の子供もあなたのことを気に入ってくれるでしょう。子供？ええ、とても可愛らしくおとなしい子。もうすぐ会えるよ。どうやらここまでのようだね。いいでしょう。少し寂しいけど、メイ、あの子たちと仲良くしてあげて。メイ殿、メイ殿。何があったの、サクラ？よかった、メイ殿。ようやく目を覚ましてくれた。私がどうしたの？何があったのかはわらわもよくわからぬ。話の途中でメイ殿が急に気を失ったのじゃ。疲れが溜まっておるのか？気を失う？サクラ、私はどれほど気を失ってたの？一分ほどじゃが。一分だけ？どうして長い間あそこにいたような。メイ殿、本当に平気か？ええ、平気よ。ありがとう、さくら。
さくら、一つ聞きたいことがあるんだけど。ああ、なんじゃ。さくらは、どんな動物が好きなの？戦場に到着しました。親愛なる山柄、私の矢と花、そして私の愛を、あの一人せずむ旅人へ。0019、偵察ユニットの状態を確認。先人の知恵を教えてあげます。行動開始。急ぎましょう。ドローニャ、戦場に到着。フィールド展開。どの葉にも新たな文明が誕生し、ドローニャ、戦場に到着。フィールド展開。敵の隙を見極め。ドローニャ、戦場に到着。フィールド展開。今のあなたが持つ視界は実に稀有なもの。ドローニャ、戦場に到着しました。ドローニャ、ナターシャを見つけ出してフェリスとも友達になったみたいね。うまく進んだようでよかったわ。それに当ててみるわね。もうアポニアに会った、そうでしょ。あなたも気配で分かったなんて言わないでしょうね。まさか。気配で些細な違いを見分けられるのはサクラだけの才能よ。私はふふん、乙女の知恵ってところかしら。目いったら、あそこに行きたい、彼女に会いたいっていう複雑で激しい感情が表情から溢れ出てるわよ。それで指針の書というのは一体、それもアポニアの融合戦士としての能力なの？あ、それは違うわ。前にも話したけど、古の楽園は英傑たちの記憶によって構築された空間、13の意識が共に織りなす膨大で美しい世界なの。けど一部の人間は記憶があまりにも強烈で色も鮮明すぎるせいで、他人の認知と融合しなくても独立して存在できるの。
メイが目にした指針の書はその見本よ。あれはアポニア一人の記憶によって誕生した領域だから、あのエリアは全てアポニアの主観の影響を受けて作られたものなの。その姿も歴史上で実際に存在していた指針の書とかなり違う。記憶というより楽園の中にある指針の書はアポニアの心の世界なのかもしれないわ。エデンが言ってたの、あなたなら指針の書まで案内してくれるって。あらメイ、その言葉結構大胆ね。私とメビウスの後はアポニアの心に入ろうとしてるの？まさかメイがこんなに危険な女の子だなんて知らなかったわ。そういう意味じゃ。そういう意味だとしても構わないわよ。初めて会った時にも言ったけど、私は悪い女の子が嫌いなわけじゃないの。でも指針の書ね。ええ、私にとってもかなり難しいことになるかもしれないわね。もしかしたらメイの協力が必要になるかもしれないわ。私の協力？私にできることならもちろん。あなたね。そうね、これは伏線回収ってところかしら。全然違うわね。気が済んだ？はいはい、私の好奇心を満足させてくれてありがとう。これで一日中ずっとご機嫌のままでいられるわ。それで指針の書に行く方法は？安心して、約束を守るようにちゃんと頑張るから。メイの準備ができたら出発しましょう。今の誰も見てないわよね。指針の書につながる道を開けておいたわ。金色の森を通り抜けたら入り口が見えてくると思うの。けど私が案内するのはメイだけよね。二人目のお客さんがいるなら追加料金を取るわよ。二人目のお客さん？すまないエリシア、お前が触れられる角はないんだ。その代わり私の爪に興味はないか？同じ赤い色をしているんだが。渡りガラス、どうしてここに？忘れるな、あの女に用があるのはお前だけじゃない。うわ、アポニアは一体何をしたの？どうして女の子たちはみんな彼女のことが忘れられないの？なんだか面白いことが起こりそうね。これ以上聞いたら少し風情がないかしら。今回は聞かないでおきましょう。
それじゃあ指針の書を楽しんできてね。ワタリガレス、あの時見てたの。何を？いいえ、何でも。お前が角を触られる一部始終を見ただけだ。それ以上は何も見てない。忘れてくれるかしら。そこまでする必要はないだろ。別に誰かに教えるようなことはしない。忘れてくれる？そうだな、少し考えさせてくれ。私の選択とあなたの選択、その二つが交わった後にどんな奇跡が生まれるか、私はその瞬間を見届けたいのよ。一日は美しい出会いから始まるのよ。私が何でもできるように慣れていたら。わらわたちの使う武器は非常によく似ておる。私たちと同じ道を歩いてほしくはありません。本当かどうかは入ってみたらわかるさ。行こう。Thank you.
子は本当に指針の章なのか。少なくとも私が見たのとは違うわ。あのさ、お前エリシアに騙されたんじゃないのか。草も変わってる。触り心地は本物に思えないし、色も均等じゃない。どちらかというと書かれたもの。待って、渡りガラス、ここに誰かがいるわ。こんにちは。私はライデン・メイ。こちらは友人の渡りガラスよ。火を追う英傑第9位、コズマ。コズマ？その名前どこかで聞いた気がする。けど目の前の彼はイメージしてたコズマとかなり違う。こんにちは、コズマ。少し唐突かもしれないけど、ここがどこだかわかる？私たちは指針の書に行こうとしてるんだけど、ここに入ってしまったの。おい、気づいたか。こいつは黙ったままだが、いろいろ考えてるみたいだ。視線はずっと私たちを見てるし、表情だっていろいろ変わってる。戻ってくれ、二人とも。指針の書はあんたたちの来るべき場所ではない。またか。あのな、古の楽園は試練と挑戦を与える場所だろ。なんで来るべき場所とそうでない場所があるんだ。しまった、また始まった。ごめんなさい、コズマ。その話がしたくないのなら自分たちの手で答えを探すから。やっぱり戻ってくれ。今ならまだ遅くはない。あんたたち。まあいい。振り向かずに行ってしまった。これで新しい英傑に会ったということになるのか？というか、あいつは前に進むことに同意したのか？それとも、ついて来いってことか？いえ、どちらとも違うと思う。あ、彼の横にいた怪物が私たちの方に向かってくるわ。どういうことだ。私たちの攻撃が効かない。斬撃の手応えも少し変ね。まるで生き物ではなく、あれらの草と同じような絵の中の。何があったんだ、急に止まったぞ。なぜまだいるんだ。私の考えが正しければ、この怪物はあなたの命令で動いている。そうよね。この草原もあなたが関わってる。これも試練の一環のようね。
前提として質問する前に自分自身の証明が必要なら喜んでそうするわ。先ほど言ったようにコズマ、私たちはあそこに行かなければならない理由があるの。いいだろう。大したものだ。やっと言葉が通じたようだな。極光の刻印、あんたたちに渡す。は？いえ、コズマ。さっきの戦いは、あんたたちが試練をクリアして刻印を獲得する資格を手にしたということにしよう。あんたに与えられる導きはない。この道は無数の末路から見出した小道。旧星がもたらす光のほんの一部でしかない。極光とはそういうものだ。ありがとう。刻印はもうあんたたちに渡した。戻ってくれ。人の話を聞いていないのはあんたたちの方だ。何度も言ったはずだ。指針の書はあんたたちの来るべき場所じゃないと。やっぱり戦闘は回避できないのね。パルド？あ、これは、メイの姉ちゃん、コズッチ。こんにちは。フェリス、なぜここにいる？いや、離れた場所で喧嘩の匂いがしたから、タイミングを見て。あ、違う、だから、仲裁。あ、そう、喧嘩の仲裁をするために来たんだ。まさかまだ始まってないとは。いや、不幸中の幸いだね。まあいい、フェリス、いいところに来てくれた。彼女たちをここから連れて行ってほしい。頼む。おい、待て。あいつ一体何なんだ。喋らないし人の話も聞かない。失礼なやつだ。まあまあ誤解だよ。彼はあんな感じだけど悪いやつじゃないんだ。慣れたらいいよ、慣れたら。ところで二人はどうしてここに？グレイスちゃんを探しに来たの？グレッシュ？また聞いたことのない名前だわ。それはエリシアに聞いてくれ。指針の書の入り口を開けてくれると約束したのに、その扉がこんな場所に繋がってたんだ。え？指針の書？ああ、なんとなくわかったよ。何がわかったの？それは、ちょっとね。でもごめん、メイの姉ちゃん、これだけはいくらお金を積まれてもダメなの。面倒事はごめんだよ。コズッチ、ヘビの姉ちゃん、サクラの姉ちゃん、センゴの兄ちゃん、ニアの姉ちゃん、ケビンの旦那もいるかもしれない。死ぬ、本気で死ぬよ。ダメ。そうだね、今回はコズッチに言われた通りに一度戻るのはどう？何があったかエリの姉ちゃんに聞きたいんだよね。そうすればコズッチが本気で怒ったとしてもエリの姉ちゃんがいるし、私に来ることは。あ、いや、だからね。パルドを困らせるつもりはないわ。それにエリシアとちゃんと話すべきだと思う。
自分の運命と向き合うと決めました。ケビン、あなたに似た人に会ってきたわ。口数の少ないコズマという少年よ。あなたたちは私の記憶によると交流があったのよね。コズマ、僕たちがまだ融合戦士になっていない頃の話だ。彼はかつて僕の小隊に所属していた。入隊したての彼は未熟な少年だったが、その成長は誰もが認めている。まだ一人でいた頃から彼はすでに確固とした戦士だった。火を追う蛾に入った後もそれは変わらない。なるほど。あなたたちがどうして似ているかなんとなく想像がついたわ。ああ、あとここも結構似てるわね。それでパルド、さっきの普通じゃない場所は一体何だったの？普通じゃない場所？メイの姉ちゃん、それはどこの話かな。ヘビの姉ちゃんの手術室？スーの兄ちゃんの菜園？それとも千号の兄ちゃんのクローゼット？はあ、楽園にそんなに普通じゃない場所があるとは知らなかったわ。私が言いたいのはあの草原、コズマと出会った場所のことよ。あそこの風景はすごく特別で、まるで一枚の絵のようだった。ああ、あそこね。うん、私の記憶が正しければそこの名前は改正者の無境だった気がする。まるで夢のようにどこもかしこも変わってて、現実では絶対に目にすることのないものばっかり。それらの想像を絵にした人はみんなの大好きな小さな画家、グレイシちゃんだよ。でもメイの姉ちゃんはまだ彼女に会ってないんだよね。ええ、けどその名前は何度も聞いたわ。一人の画家、そのグレーシュも十三英傑の一員なのよね。でもあそこが彼女のアトリエなら、どうしてコズマはそこにいるの？コズッチは多分グレーシュちゃんの邪魔をしてほしくないだけだと思う。あの子は静かな環境が好きだから、特に絵を描いてる時はね。私も渡りガラスも邪魔するつもりはなかったわ。それに彼は何の説明もしなかった。だから小づちは本当に悪いやつじゃないの。喋るのが好きじゃないだけだから。彼はいろいろ、本当にいろいろ考えてるんだけど、考えすぎて最後はどこから話せばいいのかわからなくなって、いっそ話さないってことにするからよく誤解されるんだ。私もわからない時があるけど、とにかくエリの姉ちゃんの本にはそう書いてあったんだ。本？